はい、短期決戦です。12月13日8時56分です。第1235回ロト6の予想をしていきたいと思います。よし、おはようございます。やりますか。でロト6、過去6回から傾向を見ると、6回中3回1回ボーナス数字が2、6回中2回が1、10、16、35、38、6回中2回1回ボーナス数字が28、今後4回ロト6過去2回とロト7とミニロトから傾向を見ると、4回中2回が5と7で、過去6回抽出数字がこれ、過去今後4回抽出数字がこれで、全抽出数字がこれ、全部合わせたのがこれで、前回の数字からの連想展開、前回の数字を並び替えてその隣をオレンジ色で示して、書かれなかったのが、水色で示した結番、結番でも来るからね。オレンジ色のところが来やすい。ただちょっと今回結番が2つも出てるから結番も来る可能性ある。前回とこれね、これね、前回20、30、40って使ってるからね、これちょっとね気になるところなんだけど、10使ってないからさ、10使ってくるかもしれない。前回と同じ数字を選ぶでしょ。連続する数字を選ぶは、全抽出数字を並び替えたもの、下一桁同じにするも全抽出数字から、で前々回と同じ数字を入れるはこれで、参考回は右色とで、ロト7からだった。ロト7、木曜日はどうだろうな。木曜日はロト7だな。あ、木曜日はロト7だ。木曜日はロト7から。ちょっと違うな、参考回が違うな。これだな。違うな。まあ一応1個予想したからさ、ちょっともうちょっと下持ってきたいな。もうちょっと下持ってくる。ロト7からだったな。5が来るか、5が来るか、5、15使ってないからね。5、10、15、こんな書き方するかな。10、もう10のぐらいいらない。20、24、30か。あ、いいねこれね、これ買おう。ロト7からだ。あ、13、17、13、18、26、35、38、41、42、43も使えそうだな。40、41、43、3使ってないから3もね、3と13と25、
い感じで分散したね。ロト6だよね。いいよね。で、あと2と5と9と3と4だから 4か4、5、4、5、9、16、23、42。いいね、切れてるね今日は今日は切れてるね。9、10、18、20、25、30。ちょっとこれは来ないな。3、4、15。あと3つぐらい。2、8、2、5、8。ロト7関係ないじゃんね。31、32、17、19、24。これいいじゃん。
これとこれだな。OK、よし、出来上がりだぜ。はい、終わります。ご視聴ありがとうございました。これで終わります。